はい、今回検証してみたのはこちら、ココピタです。これね、 CM でやっているので知っている人も結構いるのではないかと思うんですが、本当に脱げないのか。これね、フットカバーなんですけど、朝履きなのに脱げないって言うんですよね。本当なのか、これ検証してみました。ココピタと比較するために、ちょっと近所でね売っていた3足1000円のフットカバー、こちらとこのココピタ、これ両方比較してあります。そして今回の比較は3つあって、まずこのココピタが本当に脱げないのかっていうことが1つ、そして他の商品、他のその辺でよく売ってる、衣料品で売っているこういうフットカバーで脱げないっていうもの、こちらとの比較で、そしてもう1つ、洗濯した後どうなのか、ね、洗濯した後その機能がね弱まってしまうこともあるかもしれないので、洗濯してもう1回検証してあります。そしてこの3つを検証してありますので、よかったら最後までご覧ください。それでは検証スタート。こちらがココピタです。でこちらは別のフットカバーになります。レイターンから帰ってきましたが、結局どちらも脱げずに終わりました。特にどちらも脱げなかったですね。検証するために私は片方にココピタ、片方にはココピタでないもの、これをね左右別々に履いて出かけました。そして娘には両方の足にココピタを履いてもらって一緒にお出かけをしました。行ったのは越谷レイクタウン、ショッピングセンター大きいところなんですけれども、そこをとにかく歩き回ろうということで出かけてきました。家から2人とも履いて出かけたんですが、車で越谷レイクタウンに着いた途端に娘のココピタの片方がね脱げてしまったんですね。こうかかとが外れてちょっと中に入り込む形で、でちょっと履き方は悪かったんじゃないのかっていうことで、もう一回ちゃんと履いて、で今度ちょっと歩いてフードコートに行ったわけです。そうしたらまた脱げちゃったっていうわけなんですよね。だったらちょっと足のね大きさが違うかもしれないから、ココピタをちょっと左右取り替えてもう一回履いてみてくれるっていうことでお願いして履いてもらったんです。で食事が終わって歩き出したら15メートルか20メートルぐらい行ったところで、今度入れ替えた、その前は脱げちゃったっていう方ですよね。で入れ替えたんですが、そっちまた脱げちゃったんです。でこちらがその脱げちゃったココピタなんですね。でこれを左右右と左取り替えても脱げちゃったので、多分これがねちょっとまあ不良品といいますか、あまり工場の方でやっぱり作る時にね多少差が出るんでしょうね。
これがね本当に脱げちゃったんです。でまあこの字型なんですが、ちょっとね比較してみると、こちらが脱げちゃった方、こちらが新しいものなんですが、カメラだとちょっと分かりづらいと思うんですけれども、こう触った感じがね、こちら脱げちゃう方がちょっとスルッとしてるんですよ。こう引っかかりが少ないというか、そしてねこの厚みが薄い、なんかこう厚みが薄くて引っかかりが悪い感じがします。なので多分ね工場で作る時に個体差がありますのでね、たまにはこういう不良品的なものがあるのかもしれないです。で私の方がココピタを片方しか履いてなかったので、もう片方が余っていたわけなんで、この脱げちゃう方をもうやめて新しいものに取り替えて、ココピタを両方とも履いてもらいました。そしてこう一日中歩き回ってきたんですが、そしたら今度もう脱げませんでした。なのでやはり先ほどの脱げちゃったココピタは何らかのね、やっぱりちょっと不良と言いますかね、あったんでしょうね。まあ3足貼ってあって2個ずつ入っていますよね。ということでそのうちの1つがちょっと脱げちゃう不良品っぽかったっていうことがありました。結果その後はもう脱げませんでした。で私の方もこちらココピタもココピタでない方も両方脱げませんでした。でまあこれではね検証にならないぞ、両方脱げないんじゃ検証にならないぞと思い、じゃあ洗濯をしてみたらどうなの、違い出るかなと思って洗濯をして実験してみました。で洗濯をした後も片方にココピタ、片方ココピタでないもの、これを履いて出かけてきました。で10時間ぐらいお出かけしてきましたので、そちらの方もご覧ください。こちらは有楽町に行ってまいりました。一度です。一回洗濯したのでまた試してみたいと思います。こちら側がココピタでない方、こちらがココピタです。で今ちょっと出かけてきたんですけれども、なんかちょっとねこっちのココピタじゃない方がちょっと緩いようなちょっと感じがしています。でこれからまた出かけてくるので、今日は多分10時間ぐらい出かけてきますので、まあ脱げるのか脱げないのか実験していきたいと思います。1時間ほど履いて帰ってきましたが、両方とも脱げることはありませんでした。お出かけして10時間ぐらい経って検証が終わりまして、まあ両方とも脱げませんでした。いや素晴らしいですよね。ココピタも素晴らしいけれども、意外とこの近所で買ったよくわかんないフットカバーもすごいなと思いました。この近所で買ったフットカバーの方なんですが、このね靴とのね滑り止めがついていたんですよね。ここねお花みたいな形の、これがですね最初新品の時は大丈夫だったんですが、洗濯して今回歩いた時にこれがね靴にねペタ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 くっついて離れてくっついて離れて音がするんですよ。それもねかなり近くの人に聞こえるくらいペタンペタンペタンペタ音が出るので、本当にちょっと恥ずかしかったです。だからこれはねちょっとこのね滑り止めはいらないなと思って、でこれがね洗濯をしたからそういう音がしたのか、ちょっと靴が違うので靴のせいなのかわからないんですけれども、とにかくねちょっとこれはいらないなと思いました。ココピタなんですが、これは浅履きとやや浅履きと深履きと、まあ3種類ぐらいあったんですね。でこれが一番浅いもの浅履きです。でこれはまあ抜けなければ他のね、やや浅履きとか深履きは脱げないっていうことで間違いないと思うんですよね。なのでこの一番浅い浅履き、こちらですね、このくらいしか本当つま先くらいしか隠れないんですよね。なので本当ならすっごく脱げやすい、普通にね売っているこういうフットカバーだったらまずすぐ脱げちゃいますよね。こんな浅履き、私のサイズは25センチなんですけれども、こちら
24センチから26センチの大きめサイズっていうのを買いました。こちら24センチから26センチまでの幅があるので、私の25センチっていうのはこのちょうど真ん中あたりですよね。履いてみると若干やっぱりゆとりがありますね。ちょっと大きめかなっていう感じがしました。なので26センチの方十分履けると思います。でこちらも近所で買ってきた三足千円の方、こちらも24センチから26センチの対応っていうものを買ってきました。でまずココピタでない方なんですけれども、こちらね、この内側を見ていただけるとわかるんですが、この縁のところ光ってる部分がありますよね。こちらがストッパーなんですが、こちらぐるーっと全部一周この縁の部分にストッパーがついています。そしてこちらの特徴はこの靴と当たる方の部分ですね。そちらにですね、滑り止め、このお花みたいな形のストッパーがついているんですね。で一方ココピタなんですが、こちらこのかかとの部分に、かかとの部分にコの字型にストッパーがついているのが特徴です。でこのサイドは何もねストッパーがついていないんです。でつま先の方にはこのようにちょっとね縁にストッパーがついています。で靴に当たる部分、そちらは何もなくてこうスルッとした状態ですね。どっか近所のお店で買ってきたものと思うんですけど、こちらプラスバニラって書いてありますよね。でこちらの商品なんですけれども、でもこちらの方も全然脱げないし、このね一周ぐるっとストッパーが回ってますからね。でこのねストッパーの素材もほとんどココピタとねそんなには変わらないんですよ。この触ってみた感じはね、このストッパーの感じがそんなにはね変わらないんです。この光ってるところがねストッパーなんですけど、それほどね変わらないのでこちらも脱げません。大丈夫でした。ココピタの方はこのサイドに縁に全然ストッパーがないのに、このつま先とねかかとだけでこれしっかりとね脱げないんですよね。びっくりですよね。さすがにね自信を持ってこう CM で脱げませんって言ってるだけあるなっていう感じがします。で夏場はねやっぱりパンプスとか履くときにストッキングだとちょっとね暑いかなっていう時があるんですよね。なので膝下ストッキングとか膝上ストッキングってそういうのをねたまによく履くんですけど、これがもし脱げないんだったらいいですよね。これ素足で履いてるような感じで暑くないし、でこの朝履きなので結構なパンプスでもこれは見えてこないんですよね。だからねすっごく便利ですよね。で色はこれちょっとねベージュなんですけど、黒とかいろいろありますのでね、でサイズもいろいろあるので、これは意外とすごいいいなってっていう感じがします。このコの字型のストッパーすごいですよね。これ考えたの。今回の検証結果、ココピタ脱げません、大丈夫でした。これね本当ねとってもねいい商品だったので、パンプスとか履くときにこういうソックスいいなって思ったらぜひ買ってみてください。まあ他のね商品でも脱げないものは結構あるかもしれないです。でまあ一番こういうねストッパー、こうちょっとシリコンっぽい、こうシリコンっぽい感じのストッパー、これがね結構たくさんついていれば脱げないですよね。購入するときにはこのストッパーがどのくらいついているか、まあこのぐるっと一周回ってたら結構脱げないんじゃないかと思います。でココピタのようにかかとについている場合でも、多分ねここのね縁だけだったらちょっと脱げちゃうかもしれないですよね。やっぱりこのコの字型っていうのがミソなのかもしれないですよね。これね、でなかなかこれはすごい、もうまるで脱げる様子がなりませんでした。でねこれ以上何日もね検証してみようと思ったんですが、やっぱりこれ脱げないなと、これ脱げない、やっても脱げないんじゃないかなって、まあだからもう検証はここで終わりにして動画に出しました。よかったらこれは本当脱げない、おすすめの商品ココピタでした。
これからもいろいろなものをレビューしていきますので、ぜひチャンネル登録もして今後の動画もご覧ください。それではまた。